うもカズドリのカズです。突然ですが皆さん、こんな経験はございませんか？仕掛けのタッチが読まれ、ディフェンスがついてきた際、間合いを取り直そうとするもディフェンスに寄せられてしまう。今回はそうならないためにプレスをかけられず間合いを取り直す方法を解説していきたいと思います。それでは早速行ってみよう。それではまずは先ほどの1対1で悪かったポイントを3つ解説していきます。まずはボールを運んでいる段階でディフェンスとの間合いが近くなりすぎ、無理やり仕掛けたところ、次に読まれたのに対して足元にボールを止めてしまったところ、これではディフェンスとの間合いが極端に近くなってしまいます。最後にまっすぐ後退してしまったところ、後退と前進なら間違いなく前進の方が速くなってしまいます。以上の理由からうまく間合いを取り直すことができませんでした。それでは次に良い間合いの取り方を紹介していきます。運びの段階で間合いが近くなりすぎました。そうなった際は無理に仕掛けず中に運びます。ディフェンスはこれにサイドステップで対応、横に動いた状態から急に前に出ることはできないので間合いを取り直すことに成功しました。ディフェンスなしでやってみると、まずは利き足アウトで横に運びます。ここから体の内側にボールを引き、ボールが当たらないよう軸足をかわします。そうして体の内側にボールを持ってこれれば OK。横に運ぶのが甘いとボールを引くタイミングを狙われてしまいます。さらに体の外側にボールを引いてしまうと追撃をかわすことができません。まずはしっかりと横に運び、体の内側にボールを引きましょう。軸足をかわし、体の中心にボールを持ってきます。ディフェンスが迂闊に飛び込めない間に勝てる間合いに侵入していきます。間合いを取ったのに対して縦を切ってくるなら外に運ぶふりをして中、後ろに引いたタイミングでボールを触らず相手を見る余裕が生まれます。この際のディフェンスの立ち位置で次の行動を決めましょう。すべての動作に 100% のパワーを使うのは NG。 間合いを取る際前かがみになりすぎ、全くボールが引けていません。これでは間合いが確保できません。間合いを取る瞬間は前傾姿勢にならず体を起こして姿勢が良い状態をできるだけキープしましょう。どうしても前のめりになってしまう人は足裏で止めた後ボールに乗って正面を向いてから後ろに引くと前かがみになりにくいです。
一度中に運び、ボールを引き間合いを取ります。ここから体の外側にボールを置くことで、中に仕掛けるように見せ、ディフェンスの足を止めて、その間に縦突破というように、自分の思い通りにディフェンスを動かすことができるようになってきます。うまく間合いを取れないなら、横に運んでから体の内側にボールを引きましょう。そうすることで再び間合いを取ることができます。ボールを引く際は前のめりにならないように注意。まずは縦突破、縦を取りに中にも仕掛けることができます。ディフェンスの立ち位置によって後出しじゃんけん。一気に切り返すのが難しいなら、ボールに乗って体勢を作り直しましょう。全てをマスターしてディフェンスを前後左右に振りまくってください。この動画が参考になったら、チャンネル登録・高評価よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。